JR710E、JR711E、JR710E、JR711E、e、JR は、ジアトコが製造している中、大型高輪駆動、および、それをベースとした4輪駆動車用7足、オートマチックトランスミッションである。ハイブリッド車用7足 AT2008 年3月5日に、発表、同年6月に発売されたインフィニティ FX35。 FX52 初搭載された。日本国内では、Z34 型フェアレディ Z に初めて搭載された。それまでは、日産製 FR 社の AT にはすべて、JR507E 型5速 AT が搭載されていたが、JR710E、JR711E 開発後は、順次これに変更されている。なお、 このトランスミッションは一部 JR507E 型と部品を共通化してコスト削減を図っており、また JR507E 型同様にアダプティブシフトコントロールやシンクロレブコントロール機能が採用されている。Z34 型フェアレディ Z やスカイライン 400R などの一部ハイエンドモデルに搭載されているモデルは7 m エイティックスと呼ばれており、 スポーツ走行に向いたセッティングとなっている。中トルク容量と大トルク容量の2種類がラインアップされ、トルク 400NM まで対応するものが JR710E 型、600NM まで対応するものが JR711E 型である。また、この7速 AT をベースに、風がハイブリッドなどに搭載されるハイブリッド、FR 車用トランスミッションも開発されている。 搭載車はすべて日産自動車税の FR 車である。以下は日産自動車の高級車、ブランド、インフィニティのモデル。ありがとうございます。